さんこんにちは、渡辺美奈代です。本日は休日、子供たちはそれぞれの予定に出かけてしまい、我が家は私と林くんの2人になってしまいました。とりあえず冷蔵庫の中も空っぽになっているので、お買い物に行き、休日の2人をお届けしたいと思います。ルーティーンですね、休日のルーティーン。ルーティーンでもないけど、お願いします。はい、運転手はもやじくん。今日のお買い物先はどちらに行きましょうね。この間はマナヤにうるさい締め方だねって言われたから、今日はおとなしくでしょね。はい、こんなうるさいの締めるのって言ってたよ。え、それはあなたカメラ回ってる時だけじゃん、テンション高いの。それ以外は知らんぷりしてるでしょ。そんなことないけど、マナヤもそうやってテンション高くね、やらないと見てる人が楽しくなれないよって。はい、日常の私たち、運転手は前で、私は後ろこの姿見せるの初めてじゃん。そうだね、で、あなたの後頭部しか映ってないもん。それで十分ですけど。はい、到着しました、スーパーです。さあ、夕飯何しましょうって言っても2人だからさ、困るね。今日2人、うん、そう、困ったね。困ったね。とりあえずちょっと雑貨見ようかな。何？エレベーターで移動中です。はい、着きました。ソフトクリーム買ってきました。めっちゃ寒いのに。抹茶尽くしパフェ。あんこも入れてもらったんでしょ？めっちゃタイプ。はい、ということで。食べるの楽しみです。はい、食べてください。はい、どうぞ。抹茶尽くしパフェ。ハートがあるって喜んでたじゃない。はい、スーパー行く前にバター出してきたのですが、うん、もしかして前にもするかなと思って美味しかったでしょ、この間のマドレーヌ。美味しかった。適当よ。あ、ちょっと多かったか。まあいっか。でもさ、前に比べたらキッチンにいる時間短くなったかもね。47だった。46、うん、40とか45とか46とかそれぐらいで適当で大丈夫です。あ、入れすぎちゃったさっきも入れすぎたけど大丈夫。
こともあるよね。で今度混ぜて、めっちゃいい香り。すんごいタイプ。レモンの皮いっぱい入れたからね。柑橘系香り大好き。うん。これで冷蔵庫で寝かすのでしばらくお待ちください。こうやってラップに包んでしばらく置いて。1日置いても大丈夫なんだって。
着る。